保元の乱と平治の乱を終え、清盛は太政大臣となっていました。太政大臣といえば左大臣の上ですから、名誉職とはいえ総理大臣よりも偉い人物が武士から出てきたんです。ライバルだった源氏の勢力も完全に衰え、ついに平家の全盛期が訪れます。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は全盛期の平家についてお話ししていきます。武士出身で貴族となった平家一門なので、武士らしい一面と貴族らしい一面が混在するこの時期、どんな時代だったのかを見ていきましょう。古代の日本で権力を握る方法は天皇家に娘を嫁がせることでした。しかし清盛は妻や娘の力で出世しようとは思わない、自分の力で世界を良くしたいと考えていたので、最初は外戚になろうなんて思っていません。しかし清盛の妻時子の妹である慈氏と後白河上皇との間に範仁親王が生まれ、上皇の方から範仁親王を皇太子にしたいという要請があったのです。彼が高倉天皇です。清盛本人が望んだわけではないにせよ、結果的に清盛は権力を握っていきます。基本的に清盛はこんな感じです。大体清盛といえば思い上がりとかの悪いイメージを持っている人が多いと思いますが、彼は実のところ人格者だから、周囲が放っておかなかったことや、みんなが清盛に頼りすぎたことによって政治の中心、武家の中心に持ち上げられていくんです。平将門と同じような構図ですね。こうして平家の中から公卿、つまり貴族となる人がたくさん出てきました。この頃に生まれた言葉が、平家にあらずんば人にあらず、聞いたことがある人も多いと思います。清盛が言った言葉だと勘違いされていることが多いですが、実際のところ平の時忠が言った言葉です。書出はおそらく平家物語一巻のこの一文にあらざらん者は人非人たるべしでしょう。源平盛衰記ではこの一文にあらぬ者は男も女も尼法師も人非人と書かれており、人非人という言葉が現代の人には馴染みがないから、平家にあらずんば人にあらずという文に変わっていたのだと思います。さて、清盛の出世により平家の中からたくさんの政治家が生まれていきます。清盛はこの状況に危機感を持っていました。彼は思い上がってはいけないということを知っていたんです。平家一門を六原の家に集めた上で、我らは武士だ、貴族ではない、貴族のように振る舞っている奴もいるが武士だということを忘れず訓練に励めと言って警鐘を鳴らしたこともあります。とはいえ中には、ここまでの栄華を誇っているんだから訓練は必要ないと考えて訓練をサボった人はたくさんいました。思い上がりのイメージに近いのは平家の中でも清盛の周りにいた人たちの方です。さて、そんな清盛なんですが、ある時病で死ぬ寸前にまでなってしまいます。しかしここから奇跡的に復活し、長生きを願って仏教の道へと入っていくんです。仏教といえば後白河上皇が仏教の道へ進んだのもこの頃です。今まで説明するのを忘れていましたが、天皇が上位すると上皇となり、上皇が仏門に入ると法皇となります。なので以後後白河上皇は後白河法皇と呼ばれるようになります。後白河法皇が仏門に入るために髪の毛を剃ったのは京都国立博物館のすぐ近くにある法住寺です。これ以降後白河法皇の御所はこの法住寺になります。すぐ横には現在も残っている33間堂があり、この建物は清盛の寄進によるものです。新成人が奉仕屋をすることで有名なこの33間堂ですが、現在行われているのは弓道の遠的競技といって、60メートル先の的に当てるものなので、本物の奉仕屋の約半分の距離です。本物の奉仕屋はその2倍の長さである約120メートルで行われていました。簡単に言うと、反対向1日で33間堂の端から端まで何本矢を通せるか選手権です。江戸時代頃から33間堂の裏にある軒下で行われたもので、屋根や壁に当たらないように矢を射る競技でした。その名残として柱や屋根には矢が刺さった跡が今も残っており、ここら辺には今も矢が刺さったまま残っています。話が逸れてしまいました。平治の乱で鞍馬寺に預けられた牛若丸と島流しとなった源頼朝ですが、この頃牛若丸は鞍馬寺から脱走し、頼朝は北条時政の援助により急成長していきます。もちろん清盛はこの報告を聞いていたんですが、
当時の清盛はそれらに対応することができないほど忙しかったんです。なぜなら清盛の娘徳子が高倉天皇と結婚するという一大事の準備に大慌てだったからです。この結婚もまた後白河法皇が言い出したことであり、貴族の力を抑えようと考えた清盛はこの結婚に賛成するんです。こうしてこの二人の間にできた子供が後に皇位を受け継ぐ安徳天皇です。源平合戦の主要人物が出揃ってきましたね。しかし武士出身の平家が政治の世界に入ってくることをよく思わない人もたくさんいます。もともと政治を行っていた貴族の人たちです。次回はそんな貴族が打倒平家を企んだ獅子型にの陰謀についてお話しします。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。